淡水魚、淡水魚、淡水魚、A、フレッシュワターフィッシュは、淡水で生活しうる魚類の総称。淡水魚は2006年の時点でおよそ1万2千種が知られ、現生の魚類2万8千種のうち約43%を占めている。種として河川に住む魚は、川魚、川魚または、川魚と呼ばれることも多い。淡水魚が生息する河川やなどの陸水は、 地球上に存在するすべての水のうち0.01%にも満たず一種あたりの平均体積は海水魚の約7500分の位置に過ぎない。海水魚よりもはるかに狭い生物圏で獲得された淡水魚の著しい生物多様性は平均水深が浅い淡水域では基礎生産が非常に高いこと、隔離状態が容易に発生し主文化が促進され安いことなど、 複雑に絡み合った生態学的、地質学的要因によってもたらされたものと考えられている。淡水域と海水域の境界では様々な形での魚類の出入りがあり、淡水魚を明確に定義することは難しい。淡水魚の区分は海水への耐性の程度、あるいは生活史に占める淡水域の割合を基準にて行われることが多い。生活史に基づく、 分類の一例として、鯉やナマズなど、淡水中で生涯を送るものを純淡水魚、一時性、淡水魚、プライマリー、うなぎやアのように一生の一時期を、海水中で過ごすものを通し、海遊魚、ボラやスズキなど本来は、海水魚、寄水魚であるものが淡水域に侵入するものを、周縁性淡水魚、ペリフェラルとして区分する。ただし、 区分法は研究者による移動が多い。メダカカダヤシのように通常は、淡水で生活する一方、偶発的に海水域に進出しうるものを二次性、淡水魚と呼ぶが、これを、講義の純淡水魚に含める場合と、独立の区分として扱う場合とがある。また、酒類などの海遊魚を、終焉性淡水魚に含めることもしばしばある。純淡水魚は、 海水域を通過できないため、淡水で連なった水系から外に出るのが困難で、その分布範囲は知識的な影響を強く受ける。人の手による移入を除けば、河川争奪などがない限り他の河川へ移動することは、ほとんどなく、地域による独自の種文化が多い。琵琶湖やバイカル湖など、いわゆる古代湖のように淡水域だった歴史が長く、その規模の大きい地域では、多くの固有種が見られる。 アマゾン川の魚の種数は大西洋全体より多いと言われる。淡水魚の隔離分布には知識的な変化と強く関連付けられるものも多い。廃魚類の分布はその一例でそれぞれ独立の属が南半球のアフリカ、オーストラリア、南アメリカに一属ずつある。これはこの大陸がゴンドワナ大陸として陸続きだったことに起源があると考えられている。 他の生物群と同様に、生物地理区に基づく区分は、淡水魚の分布を理解するために有用である。以下では、ウォレスが1876年に提唱した6つの地理区における淡水魚の分布を解説する。本説では、淡水魚を大きく、純淡水魚、一次性淡水魚、二次性淡水魚、周縁性淡水魚の3種に区分している。 2企画は、メキシコ高原異北の北、アメリカを含む領域である。少なくとも14カの順淡水魚が知られ、全体では、コイカ、サッカーカ、アメリカナマズカ、ペルカカ、サンフィッシュカなど、約950種が布する。南アパラチア山脈に由来する水系には350種、あまりの淡水魚が生息し、温帯域としては、最も多様性の高い領域となっている。 新熱帯区には南アメリカと中央アメリカが含まれ、世界で最も豊富な淡水魚層を抱える領域となっている。純淡水魚のみで32カ、総種数では4475種が知られるほか、1500種長の未サ採種が存在するとみられている。生詰めの13カとカラシンめの8カが、それぞれ1200種を超えるほか、電球なぎめの5カやシクリッドが、 鈴木目などがこの地域を特徴を受けるグループとなっている。一方、北、アメリカで優勢であった、コイカ、サッカーカは、南アメリカでは全く見られない。本来は、海水魚のグループであったものの一部が、純淡水魚として適応した例が多いことも、特徴であり、ポタモトリゴンカ、いわゆる淡水エイガマアンがウカダツカニベカの一部などが知れる。旧帰宅は、 ヨーロッパから東アジアに至る広大な領域であるが、分布する純淡水魚は14カにとどまる。コイカ、土壌カが多く、生詰め魚類は4カ、約10種を数えるに過ぎない。他には、ペルカカ、カワカマスカなどが生息し、総計では少なくとも500種が知られている。アフリカ区、エチオピア区には多様な淡水魚が分布し、27カの純淡水魚を含めた、 k 十七科に選手が生息している。濃いナ生ズメ、カラシン目など、骨表上目の仲間がその半数を占める。東洋区は主に、インドは大陸と、東南アジアからなり、ウォレスは、オーストラリア区との境界をボルネオ島とバリ島の、東に引いている、ウォレス線。順単水魚は二十八科が分布し、そのうち十二科は、生詰木に所属する。濃いめは四科が知られ、 コイカ以外の参加土壌化、キュリノケールス化、谷登りかは特にこの領域で多様性を示すグループとなっている。骨氷類以外では、台湾土壌化、トゲウナギ化、木登りを暗黙の仲間が特徴的である。オーストラリア国は、オーストラリア大陸とニューギニア島など、ウォレス線より、東の島所域が含まれる。この地域には循環水魚はわずか2種しか知られておらず。 いずれも古代魚である。他には二次性淡水魚が2か、周焉性淡水魚はメラノタイニアか、トウゴロウイワシカなど16かが分布する。現代の多くの地域において淡水魚の分布範囲や生息数は人為的格乱にさらされている。日本ではアユやニジマスなどの有用魚種の放流に伴って、それに混入した他の魚も分布を広げている例があり。 野生淡水魚の分布の拡乱が問題になっている。例えば、ビワコのコアユを捕獲して、他の河川に放流することで、オイカワカワムツムギツクオヤニラミハスワタカ、さらには、ブルーギルブラックバスライ魚草魚などの外来種もアユに混じって分布を広げている。同様の事例は、世界各地で知られる。特にマス類など有用魚種の移植は19世紀末以降に、 世界中で行われ、原産の固有種が絶滅、あるいは絶滅の危機に瀕した例が知られる。チカカコ固有種であった、キプリノドンカの一種、チチカオレスティアは、その一例である。カダヤシは、軽いの防除のために、世界の熱帯域に移入された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。